桐里、この大場雅の2人は初めての全日本選手権です。シニアのフリーは30秒長い4ミニッツ、大人の世界が待ちます。ショートプログラム8位、とにかくジャンプの要素すべてで基礎点を上回るというトリプルサルコ、この高さ、ダブルトーループ、全くジャンプを飛ぶ前に構えがなく自然な流れでジャンプを飛べるんですよね。ダブルアクセル、トリプルループ、このコンビネーションは難しいです。2回転半3回転です。トリプルルッツ、まだもう一つあります。3回転トリプルサルコ、序盤で要素4連続ジャンプ成功、降りた後の流れもいいですね。もともと体操をやっていたということもあって、体の中心の体幹をまっすぐにするということが得意なんですかね。フィギュアにも生かされているのでしょうか。ポジションもいいですね。あとはですからジャンプ以外その他の要素を上げてくればと。トリプルトーループ。後半ここからはトリプルトーループから基礎点は高くなります。トリプルループ。トリプルループに関しては本当に安定感ありますね。ダブルアクセル。ダブルトーループ、ダブルループ。決めた。この先はシニアの30秒間非常にタフですね。後半になっても体のキレもいいですし動きも鈍くありません。ちょっと転倒、ちょっと今かかと乗りすぎましたかね。最後はちょっぴりほろ苦く、しかしそれでも飛んで飛んで飛びまくったこの4分間でした。大場雅、いや高島さん、はい、
15歳脱炭人の踊りというフリースケーティングだったんですが、脱炭人ってこんなに飛ぶんだぞみたいなのを見せつけましたよね。本当ですね、はい、この緊張感の中で、あれだけ伸びやかに気持ちよく、はい、よく飛べるなというふうに、ジュニアですよね。国分さん軽やかなんですよね。いや本当に30秒、フリー、シニアの場合増えるわけじゃないですか、でも最後まで本当スタミナ持って、ただ転倒あったというか転びましたけども、宿題ですよね、今後の ね冬休み宿題ちょっと残りましたね、はい。さあ荒川さんにも感想を伺います。はい、もう本当に練習を見ていてもジャンプの確率はピカイチといった感じで本当にミスをしないんですね、でも自信を持ってジャンプを飛んでいました、それがまあ試合にもうまくこうつながってきたのではないかなと思うんですけれども、その中でも本当にダブルアクセルトリプルループという組み合わせで飛べる選手というのは世界でもほとんど見たことがないですね、ですのでこういった武器を持ちながら今後こういった経験を生かして表現力をつけていったらまた素晴らしい選手に成長しそうですね、八木沼さんにも今後という部分含めて伺いたいと思います。いやそうですね、はい、本当に心臓の強い選手でもあるんじゃないかなと思うんですけれども、確かに今回は挑戦者としてチャレンジャーとしての全日本出場だったと思うんですけれども、でもこういったやはり第3グループでも、初めての全日本ってすごく緊張すると思うんですよ、でもその中でやっぱり自分が飛ばなくてはいけない飛びたいジャンプを確実にこうやって試合でできるというのは大物だなというのを感じますね。これからが本当に楽しみです。素晴らしいフリーでした。全日本ジュニア3位表彰台に上がった大場雅美、そして迎えた今回のこの全日本選手権の挑戦でした。第3グループで滑って、さあしかもまあ普段のジュニアのプログラムよりも30秒長い中、そうですね、ただジャンプの数は同じなんですけれども、それだけ長いということでスタミナも使いますし、それでも練習と変わらない本番でもタイミングが同じように取れる、ということはやっぱり精神的にもそして体の面でも本当に強いなというのを感じますね。どうしても少し試合になると練習とは違う気持ちになって、タイミングが狂ってしまう場合も多いんですけれども、素晴らしかったですね。大場の点数が出ました。フリーの点数 98.93、 ショートとの合計 150.47、 現時点で鈴木明子に次いで2位です。